んにちは、毎日ご飯のお母さんです。今日はランチや朝ごはんにぴったり2種類の卵サンドを作ろうと思います。食パンと卵とマヨネーズがあればすぐできちゃいます。お料理初心者さんも安心して作れますよ。ぜひ作ってみてくださいね。今日は定番の卵サンドと半熟卵の目玉サンドの2種類を作ります。材料は6枚切りの食パン4枚、卵5個、マヨネーズ 60g、塩小さじ1/2、胡椒少々です。今日は2種類を同時に作るのでこの分量ですが、定番卵サンドと目玉サンドのそれぞれの材料はこちらです。参考になさってくださいね。それでは早速作りましょう。最初に卵を茹でます。卵がすっぽり隠れるくらいのたっぷりのお湯を沸かしてください。しっかりと沸騰したら卵を入れていきます。冷蔵庫から出したばかりの冷たいもので大丈夫です。割れないようにお玉などで静かに入れてください。半熟を2つ、片茹でを3つの5個の卵を同時に茹で始めます。まず半熟用に8分間タイマーをかけます。卵をお湯に入れたら優しくかき混ぜてください。そうすることで卵を切った時に黄身がきれいに卵の真ん中にきます。30秒ほど転がしたら、あとはそのまま茹でていて大丈夫ですよ。8分経ちました。半熟卵にしたい2つの卵をお湯から取り出して氷水の中に入れておきます。残った3つは固ゆでになるようにさらに3分間、合計11分間ゆでます。3分経ちました。火を止めて卵を氷水の中に入れます。冷やすことで卵の中身が縮んで殻との間に隙間ができるので剥きやすくなります。殻を剥きます。卵に軽くひびを入れてからまな板に押し付けるようにコロコロと転がします。全体に細かいひびが入れば OK です。卵にひびが入ったら流水を当てながら剥きます。卵と殻の間に水が入るとつるんときれいにむけます。卵には薄い皮がついているので薄皮と硬い殻を一緒にむいてしまいましょう。同様にすべてむいておきます。殻をむいた固ゆで卵3つを切っていきます。卵を一周するように包丁で切れ目を入れます。それを半分に割り黄身を取り出します。取り出した黄身はマヨネーズの中に入れてしまいましょう。他も同様に白身と黄身を分けていきます。次に白身を切ります。最初にすべて細切りにしてしまいます。こんな感じですね。細切りにしたものを粗みじん切りにしていきます。だいたいこのくらい、5ミリ角くらいでいいかと思います。切った卵を混ぜていきます。黄身はフォークなどで潰しながらマヨネーズと混ぜてください。よく潰れたら白身を入れます。しっかりと混ぜ合わせます。
しっかり混ざったら塩小さじ 1/2 と胡椒少々を入れて混ぜ合わせます。よく混ざりました。卵ペーストを食パンにのせていきます。定番サンドの方には全体の2/3ぐらいの卵ペースト、目玉サンドの方には半熟卵も挟むので1/3くらいの卵ペーストをのせます。ペーストをよくならしたら定番サンドの方は閉じてしまって OK です。目玉サンドの方には殻をむいた半熟卵を2つ真ん中に置いて閉じます。しっかりと押さえます。閉じたサンドイッチをラップで包みます。ラップを十字になるように広げます。真ん中にサンドイッチを置いたらラップをきつく巻いていきます。サンドイッチが動かないように手で押さえながらしっかりとラップを引っ張ります。ラップをきつく巻いておくことで具材とパンが馴染んで半分に切っても崩れにくくなります。こんな感じですね。もう一つも巻いていきます。10分ほどなじませれば完成です。